裏庭のソフトボールのゲームへようこそ。今日は近所のプレイヤーとトーナメントプレイヤーの両方の2つのチームを持っている。全ての人生の歩みの選手たちは今日演奏されます。私たちはゲームを開始する前に今のはルールに行ってみましょう。私たちは1ボール1ストライクのカウントから始まります。これは2ストライクとあなたのアウトを意味します。全く窃盗拠点あり許されない。ここには実行ルールはありません。各チームのゴーバーフェンスホームランの制限があります。これはフェンスを越えて土地第5ホームランされた後のイニングが出て終わることを意味します。今日の試合での選手は次の通りです。テイラー・ダンカンを、リュック・ダンカン、コーディネイル、クリス・サターリー、マット・ブラウン、スペンサー・パターソン、ブラッド・テッダー、スティーブン・ワ・フラッシュ、元マニー・ヤング、エイドリアン・サターリー、ダニエル・ハンソン、ケンドール・アゴット、マイケル・ワ・フラッシュ、ビリー・カーター、トニー・ハイルトンの、そして最後にコーディ・カーグル、クリス・ナプ。それではゲームを始めましょう。レッドチームのための最初の打者アップは元ジェンセンです。元はかなり人気があり、時にはおしゃべりとして知られている。 OK を時にはより、つまりファウルボールを壊すスコアボードです。 2-2 今カウントはしかし、彼はもう一つのファウル左を持って2-2です。その後彼はもうよこすことができないか、彼は出て打つ。左側のフィールドにボールを飛ぶ。エラーが左翼手マット・ブラウンによってコミットされています。元だから今回は3つの延期がかかります。ビリー・カーターはバットまでです。中央のフィールドにボールを飛ぶ。彼はそれを持っている。アンドノー、ヒーショーズイズアストゥエブリワン。シーハットでプレーオブザット。 That was a failure of epic proportions.Unacceptable. Taylor's laughing. That ain't gonna work. Let me get up and back. Just grab it back. Taylor, you don't need to laugh at your teammates. Purple. That one works. That one works. Yeah, bad for it. All right, just watch the ball and relax. Have fun. Steven はスラッシュになり、マシバット次第です。彼はプロセス内の打点ではなく、彼の銀行です。スコアは 2-0 です。マニー・ヤングはバットまでです。これは彼の初めてのゲームをプレーすることができるかのように見えます。だからマニーを歓迎します。プレイアウトを支配しているので、今2アウトがあります。彼は第2に実行し続けるようにと新人が輝いている。
Well, look at that. Luke Duncan catches the third out to end the side.